はい、では今日はこのようなロゴを作ります。このロゴ、実は3層構造になっています。レイヤーを見ても分かる通り、一番下のレイヤーが青色のレイヤーで、真ん中のレイヤーがこの灰色のレイヤー、そして一番上のレイヤーがピンクのレイヤーです。この3つのレイヤーでこの1つの文字ができてます。はい、ではまず、ピンク色の文字から書きます。では新規ドキュメントを開きます。そこに桜と書きます。そして、文字カラーを桜なのでピンクっぽい色にします。はい、確定。その後に文字レイヤーを選択し、キャンバス中央に揃えるため、コントロール A を押してキャンバス全体を選択。次に移動ツールに持ち帰ると、コントロールパネルのところに整列パネルが出てきます。で、この状態で垂直方向中央揃え、水平方向中央揃えをクリックし、文字をキャンバス中央に移動します。そして選択範囲はコントロール D で解除しておきます。続いて、今作成した文字レイヤーにレイヤースタイルでベベルとエンボスを適用します。文字レイヤーの右側をクリックし、レイヤースタイルパネルを出します。ここでベベルとエンボスにチェックを入れます。はい、設定はこのようにします。はい、OK。これで一番上の文字ができました。続けて、その一番上の文字から一つ下の文字を作ります。では、このように、作ります。まずは新規レイヤーを、作成し、文字レイヤーの下に持っていきます。そして、文字レイヤー、文字レイヤーの選択範囲を作りたいので、文字レイヤーをアクティブにし、コントロールを押しながら、サムネイルをクリックします。そうすると、文字全体の選択範囲が出来上がります。そして、レイヤー1を選択し、一旦文字レイヤーは非表示にしておきます。今このような状態です。続けて、選択範囲ができているのを確認し、メニューバーの選択範囲、選択範囲を変更、拡張とクリックします。そして、拡張量を、特に決まった値はないのですが、今回は10ピクセルとします。OK。そうすると、先ほどの文字の選択範囲よりも一回り大きな選択範囲が出来上がりました。では、この出来上がった選択範囲を描画色で塗りつぶします。描画色をこのような水色に今回はしました。描画色が設定できたら、メニューバーの編集、
塗りつぶし、ダイヤログが出ましたら描画色になっているのを確認し OK を押します。そうすると選択範囲が描画色で塗りつぶされました。はい、では先ほど非表示にしておいたピンクのレイヤー、一番上の桜レイヤーですね、それを表示します。目のところをクリックし表示。そうするとこのように今のところ出来上がりました。はい、ではこの今出来上がったレイヤーにもベベルとエンボスを適用しておきます。では次、もう一つ外側に枠を作りたいので先ほどと同じ要領で新規レイヤーを作成し、これが一番外側なのでレイヤーの順序を一番下にします。はい、そして今一番外側の縁が選択されています。このままの状態でメニューバーの選択範囲、選択範囲を変更で拡張10ピクセル分選択範囲を大きくします。はい、じゃあ一番外側の縁を、白色で塗りつぶします。はい、カラーのところで白を選択し、先ほどと同じ要領でメニューバーの編集、塗りつぶし、描画色を選択し OK を押します。はい、白く塗りつぶされました。そしてこの今塗りつぶしたレイヤーにベベルとエンボスを適用。ついでなのでドロップシャドウもつけておきます。はい、そして選択範囲を解除。はい、これで立体的な文字ができました。とても簡単な操作でできるのでぜひ試してみてください。はい、終わります。